これはあれですけど、柴山君はどうにご存知だろうけど、第一次大戦の終わる頃にね、あの西洋の没落って本を書いたね、オーズワルト・シュペングラーって書いて、小さい声で言うけどね、ちょっと頭おかしかったんじゃないかと言われてるんだけども、はい、もう異様なこと書いた人がいてね、彼はね、シュペングラーはこういうことなんですよ。文明っていうのはね、あの春夏秋冬ね、春夏秋冬というふうに季節が巡るようにしてね、春はこう可能性がバッと花が咲くと、夏はもう本当にあれですよ、枝葉を茂らす。でもね、いずれ秋がやってきてね、そしてその冬の季節へと入って、要するに没落なりなんて死滅するという感じのね、そういう種の運命論的宿命論的なね、文明の栄枯盛衰をね、膨大にエジプトから、なんでメソポタミアから最後ね、あれでしょう、シナ文明、その他も全部インドも含めて言った人なんですけどね、彼はどう、あなたどう思う、シュペングラーのその文明に対する一種の運命論的あれで悲観ですよね。うん、やっぱりそこですよね。その大きく言うとおそらく当たってるんだろうと思いますけれども、僕もそう思う、しかしちょっとあまりに悲観的すぎるかなっていう悲観的って言われる、そういう感じはちょっとしますけれども、ところはね、あの本秋間さんね、はい、この本僕うろ覚えだけどね、はい、文明が例えば秋に入るでしょ、はい、そろそろね、その時に、ね、流行るものが2つあるって書いてるんですよ、一つはね、あの技術へのね、テクノロジーズム、異常な熱狂ね、それからもう一つね、あの新興宗教ね、新興宗教運動の異常な高まりと、はい、これはね、文明のその没落期にね、出始める。僕ね、そんなことを再び見たび読んでた時に95ね、あの例のね、あれですよ、オウム事件が起こった、ね、オウム事件、はい、新興宗教の異常な高まりね、そしてあの時日本人はさ、その IT がどうの、コンピューターがどうのね、やっぱあれ、あれ技術へのいいね、あ熱狂ね、ああいうの見てるとね、シュペングラーはちょっとおかしかったと言われてるけどね、確かにすごいあれですね、なんていうか予測っていうか予告力がありますね、ああ始まったなと僕思ってた。特にこの技術っていうのは今本当にそうなってますよね、うん、それこそ今日本だけじゃなくて先進国はどこも環境問題だ、人口問題だ、うん、なんかとにかくいろんな問題抱えても危機的状況にあると。でその時に結局じゃあ人々がどこに関心が向かうかっていうと、うん、やっぱり技術だと。それこそその、ね、食料が足りなくなったらそのバイオテクノロジーで食料を増産すればいい、で環境がその温暖化で困るってなったら、まあ、あのなんかエコの、ね、技術をもっと発展させるとか、それこそなんかアメリカでは最近温暖化を冷やすためにこう空中からなんか撒くと、あのもう雨が降っていい具合にこの気温が下がるとかって研究もあるそうですね。中国もやってますからね、雨降らせて、ね、ミサイルみたいなぶっ放してね、まあ、そうすると結局その人々がそのいろんな全般的なそのあれも問題これも問題っていうふうにしてだんだん袋小路に入ってくると、もう技術が進歩すれば全部の問題解決するんだっていうふうに、まあ、そういうふうにバッとこういくっていうことがこの時代にもあったっていうことですね。おそらくちょっと話と今噛み合わないかもわかんないけど、最近テレビ見てて無駄をなくせってやってるんですか、どんどん、でね、あるあの名前挙げないけど女性の経済学者がね、やっぱり自分自身をそんな、なんとかな、まあ、要するに無駄をなくすために自転車の省エネね、エコね、そのためにやっぱり自分に投資すると、そういうことお金を、あの考え方って今やってるその、あの民主党がねやってる、今やってますよね。僕みたいなアーティストにとってはやっぱり無駄があってアーティストなんですよ。無駄をどんどんできる限り無駄を使うと、無駄を使うというか無駄があって我々なんで、これからはだからすごいその困難をずっと生きてからこれから長くなると、やっぱりどう無駄じゃなくてなく困難なくなってしまっちゃって、どうしたらいいのっていう、いやそれこそ文明ということで古代文明っていうのはねよく言われますけど、まあ、ギリシャとかメソポタミアとか、はい、それこそピラミッドとかね、はい、神殿っていうのはまあ壮大な無駄みたいなものですよね、そうですよね、ある意味ではその文明っていうのはやっぱりその繁栄するっていうのは単に物質的にこう進歩するっていうだけじゃなくて、まさにその何かその今先生がおっしゃったみたいに自分たちの持ってる精神世界みたいなものを何かこうデベロップするっていう、まあ、それが一つは芸術とか、建築とかそういう形で現れてくる、ところが世の中が厳しくなってきたんで、まあ、無駄をどんどん削れってなってくると、